はい、どうも1分映画批評です。皆さん明けましておめでとうございます。2020年今年もよろしくお願いします。1月になりましたので、今月も Amazon プライムの無料作品紹介していこうと思います。行きましょうか。レンタル購入人気映画っていうところがね、実は無料ということで、そうですね、プライムで今すぐ見るってことなんで、ここら辺から選んでいこうと思います。まず1作目、インスタントファミリー、本当の家族見つけましたですね。これは僕の2019年の映画ランキング3位の作品でございますね。どういう映画かと言いますと、養子を探してる夫婦が養子を迎えて、さて家族になれるんだろうかっていうね、ちょっと重そうな締めっぽい題材なんですけど、基本的にはコメディ映画です。コメディ映画なんで非常に笑えるんですけど、めちゃくちゃ僕はこれ見ながらずっと甘泣きしてました、インスタントファミリーは。なぜかっていうと、養子を選ぶシーンがあるんですね。夫婦が養子を誰にしようかなみたいなシーンがあるんですけど、その時の養子ですよね。なんですか、選ばれた子もいるし、選ばれなかった子もいるしっていうのを考え出すと、いや、この子たち今までどういう人生を歩んできて、どういう気持ちで育ってきて、そして選ばれなかった子たちはどういう人生が待ってるんだろうっていうね、そのシーンだけでもとんでもない情報量があるんで、なんですか、養子って言葉だけで、その過去の情報量、未来の想像する情報量もあったりして、非常にこう、なんですか、笑えるんだけど、笑えるやり取りがすごく続くんですけど、めちゃくちゃこう甘泣きできるというか、どこかこう養子たちに差し伸べられなかった手がいっぱいあったんだろうなとかね、この子たちの未来どうなっちゃうんだろうなっていう、そういうところの情報量が非常に多くてね、ずっとこう甘泣きしてるような状態でした。なのにコメディなんで基本的には笑えるって、そういった複雑な気持ちにさせてくれるっていうね、しかも見た後の気持ちも非常にいいものになるので、インスタントファミリーは本当にぜひぜひ無料なので本当に見てほしいですね。はい。先月お勧めしましたウィンドリバーです。こちらもぜひぜひ見てください。でファウンダーもまだあります。女神の見えざるって、なかなかこれも面白いので先月紹介したかと思いますね。はい。で、あとは 5% の奇跡、これもね先月お勧めしましたので、まだ見てない方はぜひ見てください。そうですね、これ本当ただなんですかね。あ、ただですね。はい。あ、来ましたね、 I feel pretty ですね。これはね、2019年私の映画ランキング4位の作品でございます。I feel pretty に関してはすごくこうデブでブスな女の人が主役っていう、なかなか貴重な、コメディ映画なんですけど、そのデブスちゃんがある日突然ちょっと、あることをきっかけに、まあそれもめちゃくちゃ面白いんですけど、あることをきっかけに自分めっちゃ可愛いんじゃねえのっていう、その謎の錯覚、謎の自信を持ち出すっていうね、そういう、なんていうんですかね、気持ちが変わったらこんなに人生変わるんだっていう、そういった映画なんですよね。で、それのうまいところが、自信を持ったことで自分の職場にもめちゃめちゃ影響が出てきますし、人間関係にも影響が出てきます。プライベートの人間関係にもめちゃくちゃ影響が出てくる。そして恋愛関係も、まあ彼氏やとか全くいなかったんですけど、そっから恋愛観めちゃくちゃ変わってくんで、その友情もよし、恋愛もよし、仕事描写もとても面白く、ディテール細かく見れました。そんでもってね、やっぱりね、終盤の仕事展開が非常にうまくて、仕事の、ね、まあなんていうか、日本のドラマって、まあ、こんな会社ねえよみたいな説得力ない描写だらけなんですけど、 I feel pretty はこうコメディのふりしながらも仕事描写がすっごいマーケティングとかすっごいしっかりしてるんで、最後のこう、もう友情も恋愛も仕事もダーみたいな展開がむちゃくちゃ熱い。で、笑ってるのにめちゃくちゃ泣けるって、涙がなんか出てくるって、そういったね、素晴らしい映画だったかと思いますので、 I feel pretty、 デブスが主演の大傑作のラブコメ、まあラブコメなのかコメディなのか、そこら辺非常に楽しめる、気軽に楽しめる映画ですね。1時間49分ということで、2時間足らずの映画になってますので、こちらもぜひご鑑賞ください。はい。そうですね、シャイニングもありますね。あ、モリーズゲーム来ましたね。モリーズゲームこれ無料ですか。あ、モリーズゲームこれね、2時間20分でちょっと長いんですけど、僕好きなジャンルっていうのがありまして、モリーズゲームどういう話かというと、モーグル選手だったんですよね、主人公がね。ジェシカ・チャスティンがモーグル選手だったんですけど、ちょっと怪我でモーグルの世界から、引くことになって、その後どうしようってことで、裏カジノに、裏カジノの経営をしていくっていう話なんですけど、
で、話としてはその裏カジノが摘発されて、ジェシカ・サスティン、お前裁判沙汰だからなっていうとこから始まるんですね。で、過去こういう人生を歩んできて、今のこの裁判の状況になってますっていう状況なんですけど、僕のさっき言った好きなジャンルっていうのは、登場人物の頭がいい映画がとにかく好きなんですよ。天才が出てくるような映画がとにかく好きなんですよ。で、モリーズゲームに関しては、もう出てくる人みんな頭いいんですよ。それはね、ギャンブルの世界にお客さんとして来る人たちはちょっとおバカな人もいますけど、基本的にはジェシカ・チャスティも頭いいし、それを支える弁護士も頭いいしっていうね、ずっと頭のいい人の頭のいい会話が続くっていう、それが非常に心地いいんですよね。で、ギャンブルの、何ですか、こうやってギャンブルの台って作るんだみたいなディテールもありますし、ギャンブルの経営ってこう成り立ってるんだ、法律で守られてるのはここまでなんだ、こっから先は違法なんだみたいな、そのカジノ経営、ギャンブルの、ギャンブルを生業にするってことの面白さっていうのもありつつも、そこにこう娘と父の確執があったりとか、こう娘の気持ちの繊細な変化があったりとか、そして裁判というか、法廷というか、なんていうんですか、裁判ではないんですけど、そこのパワーゲーム、弁護士と検察側とのやり取りみたいな、パワーゲームどっちになるの、この判決どうなっちゃうの、このジェシカ・チャスティンどうなっちゃうのみたいな、そこの面白みもあって、こうカジノ経営の面白さ、法廷ものの面白さ、娘と父の確執の人間ドラマの面白さみたいなのがいろいろぎっしり詰め込まれていて、しかも登場人物みんな頭がいい人が自分の言葉でちゃんと説明してくれるっていう、それがね、もう快感ですよね。モリーズゲーム2時間20分ちょっと長いんですけど、僕は本当に幸せな2時間20分だったんで、冒頭のね、20分間ぐらい出てくるあのモーグルのシーンでもうこれいいなっていう感じは思いましたよね。あのスキー板のビンディングの設定の説明とかね、すげえ面白かったんで、モリーズゲーム本当にあの2時間20分ちょっと気合い入れますけど、非常におすすめの作品でございます。はい、万引き家族もまだあります。これも無料ですよね。はい、無料ですね。 Amazon プライムですね。きっとうまくいくもありますね。これ2時間50分は長いんですね、意外とね。はい、キングダム。キングダムこれ星 4.5 ってマジかっていうぐらいのね。僕最近アン史上グレートバトルって映画見たんですけど、そっちの方が数段上でレベルが違ってましたけどね。はい、キングダムはちょっと、僕はちょっと残念な映画でしたね。はい、なんかやっぱりちょっとずつ入れ替わりがありますね。はい、パンとバスと2度目の初恋、今泉力也監督作品ですけども、僕はちょっとこれ合わない作品でしたね。はい、あんまりね、おっさんとかおばさんになってからこう好きみたいな感情を持ってこられてもあんまり冷めちゃうんでね。はい、はいはいはい、なんか邦画がいいのがない感じしますね。万引き家族とかずっとありますもんね。最後来ましたね。彼女がその名を知らない鳥たち。これはね、ごめんなさい、僕ね、原作しか見てないんですけど、それ、あの原作を、これ、監督、白石監督だったのかな、わかんないな、多分白石監督だったと思うんですけど、阿部サダヲと蒼井優がやるというのは非常に楽しみですよね。原作がかなりね、胸にぐさっときたんで、これがでもあの2発目のグサを食らうのはちょっとしんどいなってところでまだ見れてないんですけど、原作非常にグサッとくるものがあるので、これね、あの映画もかなり評判も高いので、ちょっと見てない方は見て感想を教えてください。はい、今日はねちょっと短めにそんだけにしておきますかね。3作品ちょっと今日は、今月はおすすめしたいと思います。まず1作品目インスタントファミリー。ずっと笑えるコメディーなのになぜかずっとあまねきしちゃうっていうね、いやすごい情報量のある映画で、僕はね本当去年万引き家族っていうのは、おととし万引き家族ありましたけど、それを超えた家族ものの大傑作だと思いますね、インスタントファミリーは。はい、はい、そんでもってなんだっけ、よし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 、2つ目、I Feel Pretty、 2019年私の4位の作品でございますけども、こちらもデブスが主演のラブコメディということで、非常になんていう、仕事描写もしっかりしてるし、人間描写もしっかりしてるし、恋愛描写もしっかりしてるし、本当に万人にお勧めしたい、I Feel Pretty、デブス主演のラブコメでございます。はい、そして最後、モリーズゲームです。はい、さっき言いましたけども、本当にみんな頭がいい。もうその頭がいい人の会話を聞いてるだけで僕幸せっていうね、そんな癖がありますけど、そういった癖にちょっとたまには
他の人も引きずり込みたいので、モリーズゲーム、ここ以上3作品をおすすめしたいと思います。はい、ちょっと今日足早なんですけど、ここら辺で終わります。それではまた来月お会いしましょう。1分映画ヒョウでした。